やハロー、こんばんは。はい、ただいま7月28日水曜19時46分。はい、ただいまですね、東京オリンピックの体操男子個人総合決勝やってます。でちょっとまあ合間を縫ってね、ジャグリング講座でもやってみようじゃないかと。誰が興味あんねん。まあ、とりあえず何でもいいんでボール参考にしてください。今日はまず このカスケードですね。このやり方、練習方法をさらっと説明します。まあボールは何でもいいですけども、なるべくは転がりにくいやつがいいですね。やし、まあちょっと怒られるかもしれませんけど、意外とみかんがやりやすいです。まあもしみかん使う方は下にカーペット引くなりして、潰さないようにね。まあみかんはおすすめしませんけど、テニスボールがめっちゃ転がるんでね、おすすめできません。はい、まあとりあえず転がりにくいやつをね、用意してみてください。まずは1個から練習します。まずはこうです。この練習、右から左、左から右、こうですね。まずこれ練習します。でこの時にやってはいけないことが、前に行ったりだとか後ろに行ったりだとか、必ず真横に投げるということです。でこれが2個になるとこうですね、右手から投げて左からも投げていく、こうですね、こうですね、で今度左からもこうです。でやってはいけないことが、またこれも前後したら当然ダメなんですけども、外から投げる、まあ、いわゆるこれになってしまったらいかない、これにならないように注意してください。右から飛んできたら、この飛んできたボールの内側を投げて右手に返してください。こうですね、こっちからも内を通して返すと。そして3個になると、僕は右利きなんで右に2個、投げる順番は1番、2番、3番目になります。で、こう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 、これ3キャッチですね。キャッチ数数えるんですけど、3キャッチ、1、2、3回取る。まずこれを練習します。こうですね。でこの右から慣れると、今度左からも1、2、3、1、2、3、でこれを1、2、3、これを繰り返します。で慣れてきたら1、2、3、4、ね、1、2、3、4と増やしていくと、まあ、できるようになります。でまあこのカスケードはまあ個人差があるんですけれども、できる人はもう早い人はほんまに30分とかで、10キャッチいったりだとか、で僕の知ってる中では一番早かったので1時間ちょっとで100キャッチいった子もいます。なので、まあそこまでカスケードはね難しくない技なんでね、ぜひ挑戦してみてください。でまあこだわりがなければ、まあ、ダイソーで何？お、新井千鶴が金メダルだって、マジか。だそうです。はい、今入ってきたいいニュースですね。まあボールは できるだけ転がらないやつをね用意してください。はい。でジャグリングのボール、マジなもん買うと1個800円しますんでね。うん、ちょっと高いと思いますから。で僕がですね、作り方の動画アップしてますんで、多分ねダイソースペースジャグリングスペース作り方で出るはずです。よかったらやってみてください。はい、これがですね簡単ではありますけども、スリーボールカスケードの解説でした。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。以上マジャーデミニハマでした。では